はい、どうも皆さん、お集まりでしょうか。ミルアカライブ49回目になるんですね、もうね。こんばんは。はい、井上マーと申します。ノーミルク佐藤です。はい、というわけでいかがお過ごしでしょうかということですけれども、先生ね。どうも、さあ今日のテーマですけれども、はい、はい、J リーグがお休みならば、はい、こっちをチェックしよう、うん、ヨーロッパ最新動向、やったー。なるほど、はい、今皆さんご存知の通りね、 J リーグはもうエアになってますから、エアリーですからね、うん、エアリーになってますから、うん、今日はヨーロッパの話、まあ、だから、うん、あれですよ、まあ、うん、サムネイルのこの画像はね、うん、まあ、昨日優勝した、まあ、今朝か、はい、意味夜中というか優勝したマンチェスター・シティになってますけど、何で優勝したんですか。カラバオカップですね。あの、日本でいう山崎ナビスコルヴァンキャピタルワンカップみたいなことですね。そう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 、あ、なるほど。で優勝したんですが、リーグカップもう終わっちゃったんですか。もう終わりました。早い。じゃあもう一個あるんですよ、 FA カップって。うん、そう、二つあるんですよ。カラバオカップはこんな早く終わるんですね。終わります。へえ、うん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 、そうなんですよ。なるほど。でシティなんだ、やっぱり。で、日本人選手たちのちょっと動向ね、コースどうだったのかとかね、チェックしていきましょう。ありがとうございます、やっぱりヨッシーさん。仕事でエトエトになって帰ってきて、マーさんの最新のフォートナイト見たら元気になりました。ありがとうございます。ありがとう、嬉しいですね。ぜひ見てみてくださいね。はい、今概要欄の一番上にもありますからね、井上真のゲーミングラジオ部、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、うん、そうなんですよ。で、今回はだから、うん、せっかく J がないんだったら、もちろん J リーグの何かやってもいいんですけど、うん、ただやっぱり僕ね、一応データマンっていう側面もありますが、うん、はいはい、うん、データないじゃないですか、一節しか。そうだよね。そう、だから一節しかない。データマンの仕事もないんすよ。なるほど。当然ながら。うんうんうん。まあまあそうだな。じゃあ、そう。ただ、うん、海外のデータマンの仕事は、うん、腐るほどたくさんあるので。山のようにあるわけですかね。はい。なんで今回はなんと、うん、結構生きります。生きる？はい。今回のなんとミルワカのメインは、ベルギー2部とレアルソシエダです。また来週。おいおい、待って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 よ待ってよ。大丈夫かな、皆さん。大丈夫だよ。だってベルギーといえば、うん、天野純と小池隆太ですよ。そうだね。そうですよ。そうだそうだ。で、あとはそれこそ、うん、海外の日本人選手を基本的にみんな取り扱っていくので、うん、50人ぐらい今から出てくるから、うん、ほぼだから皆さん知ってる選手になるんじゃないですか。なるほどなるほど。天野元気にしてるかなとかね、勝丸さん。そう。うん、お疲れ様でしたみたいなね。今日はね、そうですか。先生、今日じゃ入婚の日だね。そうですね。手汗がもうやばい、うん、でもまあちょっとまあ J リーグの話頭にしましょう。やっぱりしたいんじゃないの、ね、みんなね、うんうん、皆さんからねお寄せいただいたたくさんねコミュニティに、ありがとうございました。ミルコミュ先ほど撮らせていただきましたんでね、うん、あれいつ出るんですか。来年ぐらいですか。明日ですね。おせよ来年。明日出ますね。明日ね、出ますからね。そちらの方聞いていただきたいなという時ですけれどもね、はい、うん、あの時のレノファの小池という、そう、合ってますこれ。さすがです、さすがです。今日はどんな人に聞いてほしい、どんなことが学べる。今日は今日はですね、うん、はいはい、それこそ海外日本人選手たちが今、うん、結構実は大苦境に感じた大苦境本当に舌噛んだんですね。言葉を噛んだんじゃなくて、先生が本当に舌を噛んだみたいですね。笑ってる。超笑ってる。音もなく笑ってる。大丈夫ですか？違うんですよ、まあ、何やってんですか？実は一昨日に、うん、噛みまして、舌を。この時、実は。本当に。で、うん、今腫れてるんです、私。あら、そういう時あるよね。本当に出血したんですよ。血出ちゃったの？そう。なんでなんで、なんか早口なんか言おうとしたの？うん、単純に、うん、ファンウェルメス検査って言おうとしたの。今日出てくるけど、ね、番組流んでカシーフって言おうとしたの。いやー、まあさ、本当にサッカー知能の本当に違うんですか。あ、もっとすごいのあったけどね、忘れちゃった。仕事中に普通に何もしてないのに噛みました、ね、疲れてんのかな。いてなるほど。そうなんですよ、全く同じとこ今噛んじゃったんで痛かった。また噛んだら教えてくださいね。そうですね、ちょっと噛まないようにでゆっくりゆっくり喋ったらいいんじゃない。ね、はい、はい、気をつけます。なんかみんなさんがこう始まる会場前のコメントを僕見せてもらってたら、トイレットペーパーが買えないとか、うん、ね、うん、トイレットペーパーはなんで買えないんですか。あれデマなんでしたっけ。デマっすね。デマなんですか。はい、じゃあ売れたんだね。売れましたね、うん、でもだからそれによってで、なんて言うんですか、嘘つきましょう。じゃあ我々もなんか、うん、なんか買えなくなるって、見る赤もう見れなくなるっつって
じゃあ違うの見ようって言われて終わりですか。サッカーキング見ようで終わりですから、そしたらもう。そっか。ザンビアの仲町のデータください。ああ、勝敗とか。まあそれはまたどっかでやります。うんうんうん、仲町さんに関して言えば。なるほど。まあ仲町さんに関してはジアンサーっていうところのメディアで月に1回からの連載を持ってると思うんで、そちら見ていただいてもいいかもしれないですね。そうなんですね。マミゴンさん、会社からマスクを40枚支給されました。すげえ。同じの毎日使ってますよ、僕。臭くてしょうがないですよ。まあ自分のだから我慢できますけどね。はい、先週末はエア J2 愛媛 FC モンテディオ山形が行われました。得点者森谷健太郎、渡辺龍馬。いいですね。だからこの北を刺してきますね、直丸さんは、ね。いいですよ、森健と龍馬。ミルワカ買い占めなきゃダメですよ今ね。はい、ミルワカを買い占めるって何すればいいですかね。分かんないです、ね。ハッピーターン買えばいいのかな。ね、トイレットペーパー買えないのか。トイレットペーパーを買えないならばパンで拭けばいいじゃないの。これマリー・アントワネットです。なかっただろうって当時まだあるのかあったのかな。枝で拭いてる時代ですよね、多分ね。そうですか。私はちなみにマスク持っておりません。土曜日に細貝さんがタイリーグで初ゴール決めました。あら、ありがとうございます。そういうね、あれだ、ノブさんありがとうございます。ナイスパー、ナイスパーです。ありがとうございます。ありがとうございますね。ダゾーンさん、スコットランドリーグみたいです。まあ厳しいでしょうね。真面目な話ね。セルティックか、うん、セルティックとレンジャーズ、あとハーツ、メシのハーツ、うん、見たいね。ね、見たいけど、ね、きついだろうな。ある程度ね、そういう辺が採算があれだもんね。エルゴラスト見ましたというゲルゲさんね。ありがとうございます。もうあのツイッターで流れてきたやつ見ましたけど、はい、ね、ミルワカついにね、ヤフーに乗って、ダゾーンに乗って、紙媒体初めて進出しましたね。進出っていうのが嬉しいですね。進出ですね。で、僕のね、手作りサムネがあの紙面を飾ってましたから、それはちょっと嬉しかったですね。やりましたね、はい。これなんだと思ってね。そうなんです。秋野さん、 J リーグサポーターの皆様、お知り合いに昨日 A リーグ見てきました。あ、オーストラリアにいるの。そう、秋野さんオーストラリア在住です。すごい。で、清水が大好きです。はあはあはあ、はい、今井選手生き生きしてました。あの元松本の今井智樹選手ですね。あ、そうなんだ。はい、あとあれでしょ、川上選手もオーストラリアで契約したんですけどね。行きました。あと長谷川優選手が、あ、そうなの、オーストラリア行きました、ね。へー、うん、あ、そうですか。小野原の情報後でやります。はい、はい、はいはい。なんていうか、この井上さん、小原さん、コラボ前向きです。あ、あの井上信也さんって、あの猫ニラさんという、よくコハロン、猫ニラさんよくねやってくれますね。そうそう、あのコハロンとその猫ニラさん、よくあのミルアカさんの、あのミルアカさんってなんて僕言ってるんでしょうね。なるほどね。の話を出してくれるみたいで、なるほど、そっか。はい、アサリックのツイート可愛い、わかるね。じゃあ先生、本題の方に入っちゃいます。そうですね、はい、まあもちろん日本人選手のこともやるんですが、はい、うんうん、まあ、はい、最近ちょっと J リーグもたくさん我々ね、はい、あの毎日毎日ずっと通信簿やら、確かに、ね、はい、戦力戦術やらずっと出してきてたんで、うん、でプレミアのね、レビューとかも出してなかったから、はい、ちょっとプレミア現状どうなってるのかっていうところからちょっと行きたいなと思うんですよね。じゃあ皆さんね、はい、コメントともに、あ、まずい、これ大きなミスだな先生、これちょっと、はい、あれだな、バック白くて文字が白いからこれまずいな。あら、ドン、行ってみよう、ドン。あ、いけた。あ、よかった。大丈夫だ、ギリギリいけるよこれね。よかった。あ、ちょっとこっちずらしてないよね。はい、はい、なんだこれ、あ、ちょっと待って、はい、ということで、プレミアリーグ、第28節ですね、はい、まあ終わったっていうかちょっとね、ちょっと待って、整えるからね。わかります。その間にちょっとプラスアルファ情報先に、28節って右上書いてあると思うんですけど、うん、昨日25時半から行われたマンチェスターシティ対アストンビラ、はい、カラバオカップの一戦がありましたので、はい、28節がまあ若干一部延期になっております、はいはいはい、日程の関係上ね、はいはいはい、なんで28節まで終わってるところと27試合しかまだ終わってないところっていう、ね、ちょっとね、そういう部分はありますが、うん、あまりそこは気にせずいきましょう、うんうんうん、でその中で気になるのがもうそこに書いてある通り、うん、大金星ワトフォードということで、ワトフォード勝った、はい、うん、しかも勝ったのが VS リバプール、うん、そうなんだよね、リバプールやられちゃったんだよね、はい、リバプール相手になんとしかも3-0、うんうん、はいはいはい、あ、大勝ですね、3-0か、
はい、頑張りましたね、あとほど。そうですね、多分このまま例えばリバプール1敗だけでは終わらないんじゃないかっていうのが現状。ちょっと調子崩してきてる。はい、うん、これですね、ちょうどこれ一緒だなと思った事案見つけたんですよ。おお、はいはい。リバプール負けた理由ざっくり言うと、うん、なんか日本代表が、うん、たまにそのいわゆるなんかワールドカップ日予選みたいなところで、はいはい、自分相手の陣内のゴール前をがっつり守られると、うん、はい、ちょっとゴール前でボール回しちゃう系あるじゃないですか。ね、カタールとか、カタール昔で言うカタールとかね。そう、あとシンガポールとかやってくるじゃないですか。ね、そうですね、うんうんうん、ちょっと似てましたね。なるほどね。うん、でもまあ弱者の戦い方だからね、正しい。そうなんですよ。面白いところだもんね。そうなんですよ。でその結果は、まあ、ワトフォード勝ったってのもあるんですけど、うん、もう一人あるんです、はい、もう一つあるんですよね、うん、はい、実は前半の30何分かだったんですけど、うん、ワトフォードのもう、うん、いわゆるもう快速ドリブラーデウロフェ、はい、大怪我ですね、おそらく切れちゃった、そう膝やっちゃって、あらららららら、これは負けれねえって、そうワトフォード側に火ついた部分もあったな、一つになったわけですか。そうですね、なんで前半が 0-0 なんですよ、うん、で後半になって3点取ったって形だったので、なるほどね、これは一つ、はこれはすごかった。あれでも先生ちょっとユナイテッドが上がってきてます。はい、じゃあそこもちょっと行きましょうか、マンチェスターユナイテッドに一人ですね、ちょっと覚えておいてほしい選手がいます。はい、この、うん、夏じゃないやこの冬ですね、はいはい、加入しましたブルーノ・フェルナンデスという中盤の選手がいるんですけど、彼が2月に加入したんですね。で加入してから4試合で、うん、2勝2分け、うん、でさらに、2ゴール2アシストかな、そのブルーノ・フェルナンデスが、はあはあはあ、もう明らかに1人だけ別格の状態になってるんですよ、ブルーノ・フェルナンデス、ね、そう、もともとマンチェスター・ユナイテッド序盤から言われてたのが、うんうん、日本的に言ったらいわゆる10番の選手、はいはいはい、トップ下系のいわゆるパサーが欲しいっていう状態だったんですよ。もともとトッテナムから、あれだ、インテルに移籍したエリクセンとか、はい、そのあたり取るんじゃないのって言われてたんですけど、はあはあ、ポルトガルからそのブルーノ・フェルナンデスを獲得しまして、はい、ポルトガルから取ったんですね。そうなんですよ、もうぴったりフィット、ビタリビット、うん、らららら、もう移籍した初戦すぐでもう結果出したような状態だったんで、あれっていう、すげえ、そんな感じだったんですよね。だから日本で言ったらあれですね、中村俊輔的なというか、うん、あとはだから柏木陽介選手的なというか、はいはいはい、そんな感じで考えていただいてもいいんじゃないかなと思いますけど、ざっくりね、ざっくり言ってますけどね、うんうんうん、そうなんですよ。それがすごく、まあ、今ユナイテッド構想してるなといった状況でございます。うん、あとちょっと戻ってしまう、戻るとリバプールここ初めて負けたってなってるけど、実は直前でチャンピオンズリーグ、ファーストレグアトレチコマドリード戦でも負けてしまってるんですけど、そこもいわゆるやられ方としては同じだったんですね。もうがっつり守られて、それを崩せなくて逆にカウンター食らって失点っていう状態なので、まあ序盤に先に失点はねしてしまってたけどもという形だったが、リバプールもしかすると同じような攻められ方されるとまずいのかなっていうのが ねありましたよ。レスター連敗、レスターもあれです、今怪我しちゃって、うん、バーディ、あーバーディ怪我しちゃった、バーディ怪我してからも一気にレスター、やっぱりバーディー依存みたいなのがあるわけですか。まあ一人別格ですからね、うん、カウンターさせたら、まあそうだよね、戦術バーディーみたいなとこもあるわけ。そう、まあマーさんにこう伝えるならば、まずよくFIFA とかで、イブスキ選手よく使う傾向あるですそうですね、でもしいわゆるロングボールクロスでカウンタードーンって決めるという、そうですね、もしその高い系選手がいなかったら、まあ僕のやり方は通用しないですよ、ね、っていう形ですね。あ、例えば、ね、レスターだったらジェイミー・バーディを中心に組まれていたチーム、うんうん、でトッテナムだったらハリー・ケインを中心に組まれていたチームだったので、そのエースがいなくなってしまうと、うん、そりゃさすがにきついなっていう。先生さっきから皆さんつぶやいてくれてますけど、オバメヤンが抜ける、オバメヤン怪我、オバメヤン抜けるの痛い、怪我しちゃった、怪我なのかな、へー、どうなんだろう。そうなんですよね、とりあえずそういう状態に今のところなってますよという感じでございました。いやでもなんか上がやっぱ揃ってくるもんですねこれね、結果的にね、まあ序盤戦でも言ってましたけど、夏場じゃないや、冬場でその移籍でみんな獲得すれば、はいはいはい、まあ上がってくるよって言ってましたけど、うんうん、まあ結果的に本当にそうなりましたね。そっかそっか、うん、あストンビナがちょっと降格圏だ、
ただビラバ男と上がってきたね。そうです。でただビラバそのカラバオで1試合少ないのもあるので、はい、1個勝つと勝ち点28まで上がるから一気に抜けるんですよ、ね、バルサ行きの噂だってオバメヤ、なんか似合わない ね、オバメヤね。あとあれですよ、バルサだったら、はい、他にもあの久保建英選手のいるマジョルカのセンターフォワードのブディミルって選手いるんですけど、はいはい、そのあたりも狙ってる。バルサ、うん、ブディミル、うん、似合わねえな。チャバリエは、チャバリエは誰誰誰誰知らないですか、チャバリエ誰俺よく使ってたんですけど、はい、そうなんだ。チャバリエ、チャバリエっつって全然決めないですよ、チャバリエチャバリエ、あ、コトムキさんいいね、オーロイが抜けた千葉みたいなもんか懐かしいね。でかいやついう回じゃないんですよ、今、ね。そうなんです。だからこれはあのヨーロッパだろうが日本だろうがこれもう仕方ないなと思うんですよ。この人を中心に組みましたっていうチームがあって、うん、まあまあ その人が抜けるとそれは無理だなって思いますね。まあ、そうだね。でそれ考えると、まあ、ちょっとトッテナムもこの昨日から負けてしまったんですけど、ウルブスいい位置にいますね。そうだね、6位ですよ、はい、本当だね。ダンスウィズウルブスだね、今のプレミアリーグはね。本当ね、ウルブスと踊ってるような感じでしょ、これは。そうですよ、ウルブス強いんだよな。アダマですよ、アダマトラオレ選手。アダマトラオレがやっぱり別格な、多分次の試合出られないと思いますけど。何でですか、ちょっとお肩を、おけが怒ってるわね、肩がね。うん、お肩を怪我してラグビー選手みたいなね。そうです ね昨日実あのトッテナムの選手が、うん、あのアダマトラオレにスライディングタックルかましたんですよ、うん、そしたら、うん、そのスライディングした側が吹き飛ばされて、うん、あらららら、あらららアダマトラオレ一回倒されたのに隣町までそうそんなもんです。本当にアンパンチじゃないですか。そんなのがありましたね。なるほど、こんな順位になってますか、はい、しかしながらポイントでいうと79リバプール、まあ、多分2位のシティが57。うん、シティはどうなってんですか、あれは。あ、結局まだ解消されてないんで、はい、現状はリバプール、レスター、うん、チェルシー、うん、マンチェスターユナイテッドがチャンピオンズリーグ。あ、シティは何なの、もうダメなの。シティは現状だったらもうないんだろうが関係ないんで、もう今もう現場で、はい、ご勘弁くださいこちらでって言って、今裁判所とか おまんじゅうの下に小判が入ってるのを渡してるとこだ、うん、そうですね。弁護士20人ぐらいついたみたいな話聞きましたけど多い方がいいの弁護士って。でもそれだけ早く迅速に進むってことじゃないですか、チームワーク難しくない12人もいたら。でもそういうチームにあれしたとか、うん、弁護士事務所全体に赤ペン、お前赤ペンねっつって、うん、俺印刷お前伝達俺お茶おい、お茶のやつもっと仕事しろよ。もったいねえな、弁護士高い金払ってねお前肩もみねえなんつって、いやお前 DJ ねえなんつって、マッサージできる人連れてくるじゃあ俺照明っつって俺カビ紙変えてみるみたいな、壁紙ちょっとあいついらなくないみたいになるでしょ。なるな、14人いたってしょうがないでしょ。そうなんです。まあとりあえずこんな感じになってますと。で、武藤選手に関して言うと今は全然出れてない状態なんで、まあちょっと何も言えないですけ ど、ね、とりあえず現状では変わらず南の匠があれですね、上ですね。でもうあと明日かな、はい、FA カップあるんですよ今度。あ、そうで、南のスタメンじゃないか、あれ同時進行じゃないんだね、全部終わってからやるんだね。いや、もう同時進行です。カラバオが終わってから、あ、同時進行なのか。そうそう、で次の FA があるんですけど、リバプールチェルシー戦なんですよ、うん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 、そこで南の出るんじゃないかって話があったんですね。あ、そう、もうそろそろちょっとね、見たいよね、ほんと焦らしやがってですね。まあ、そんなプレミアとなっております。わかりました、ザスザス。はい、先生はどこ上がってほしい。何がですか。俺アストンビラちょっとやっぱ残ってほしいね。あ、残ってほしいチームですか。僕はハムですね。おハム、ウエストハム。ウエストハムか、はい、ウエストハム大丈夫じゃん。あ、下3つってことか、うん、まあ、ビラっすねやっぱりアストンビラね。アストンビラに残ってほしいな、うん、グリリッシュみたい、うんうん、そうでもサウサンプトンとかなんか思っちゃうけど、もう何の思い入れもないね。いないんだ、そんなことはないんですよ。いないんだもんだって、もう、まあ、吉田麻也はいないですからね。いい、いないんだもん、もうそっちからなの麻也行こうよまずいたもんね。いた、いた、すごいんだってな、聞いた話で、うん、あのリー・タダナリのお父さんがサウサンプトンのホームにね行った時に、うん、ええ、やっぱ選手のお父さん、プレミアリーグっていかにすごい、やっぱ貴族のたしなみ、うん、そして株主への配慮、うん、選手の家族すごいとこで接待してもらったらしいよ。はあ、迎え、送り迎えがあって、まあ、人に聞いた話なんて本当か分かんないけど、すごいとこで、まあでもそうでしょうね、ね、そういうなんか、なんていうの、なんていうんだっけ、そのサステナビリティ
アビリティ、なんとかアビリティだよね、あれね。ホスティピテ、ホスピタリティ。ホスピタリティ。はい。すごいね。出るんでしょうね。本当だよ。はい。はい。次いっちゃいます？いきましょう。え、続いて今度は、ラリーガでスペイン行きましょう。うん、はい、こちらでございます。こちらもですね、うん、ラリーガね、26節終わって、うん、やってるところか、はあはあ、今まさに26節なんで、今日の夜とかもラリーがサンタンデールっていうじゃないですか、はい、何なんですかサンタンデールって。銀行です。なるほどね。我々でいう明治安田生命 J リーグって言います。あーバークレープレミアリーグみたいなことか。そう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 、ラリーがサンタンデール、はい、あーすげえ楽しいよとか意味かと思ってました。サンタンデール銀行ですね。ねセシール、幸せそねもみたいな。だから、ね、海外の快適な暮らしみたいな意味かと思って。海外の方からしたら J はジャパンで分かるけど、この明治安田生命って何って言われてるの。明治安田って書いてありますよね。そう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 、そうだね、スポンサーがね。そうなんでございますよ、うん、なるほど、ね、まあ今度さっきの南野とちょっと変わるのがこっちですね、乾久保とちょっと下の方にいますね、日本人2人は、はいはいはい、その辺のギャスさん、ね、ナイスパーレス、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、うんうんうん、で一番びっくりはエスパニョールが最下位っていうね、これ先週もちょっとちらっと言ったかもしれないですけど、うん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 、まあただ勝ち点がその19のレガネスにも並びましたので、デガネス、うん、あ下の方なんですね。下の方ですね。うん、ちょっとゆっくり言ってる、英語読めないから。わかりました。19位のレガネスね。レガネス。レガネス。ただレガネスと20位のエスパニョールと、はい、今マジョルカ、18位の久保建英のマジョルカは、はい、勝ち点2しか差がないので、本当だ、このままだとやばいですね。あ、やばいですね。確かに。マジョルカっていうのは結構その落ち合いで上がったりするエレベーターチームなんです。はい、ね、です。あーそうか、そうですね。なんでこの今上にというか、このなんだ2桁順位組でいくんだったらでも大体そうか、レバンテ、オサスナ、アラベス、結構多いかそこら辺は。英語じゃなくてスペイン語やでって言われて、分かってるよ。アルファベットっていう意味で言ったんでしょ。あ、思ったんだけど昨日さちょっと見てたんだわ、はい、僕マジョルカ対マジョルカ対、ヘタフェ、ヘタフェしたらさ、マジョルカって MAL なのね、うん、L なのね、 L でジョなのね。そうっすね、だから3文字にするでしょ、うん、マジョルカ何だと思います3文字にすると。 MLL？ そうなの、すごいね先生。あらそうっす、 MLL なのよ。あらそうっすね、はい、見るみたいになってるわけ。ほいでヘタフェ、はい、ヘタフェも面白くてさ、 G でしょ、そう、うん、GET なのよ、はい、見るゲットになってるわけ。先生見れっかなこれと思いながら。いやまさか昨日つぶやいてたの知ってますよ、つぶやいてた、うん、なんだろう、マジョルカ見る人とか、うん、誰でも帰ってこないから、寝たろうかなと思って、それを見て僕笑ってました。誰も反応ねえと思って、おっせえからさ、もう時間もさ。うん、そうなんですね。クラシコもね、もう前半からウトウトだったからね、俺。そうなの。はい、うん。まあそんな中で昨日、はい、あ、そうです、どうでした、それこそマジョルカヘタフェ戦、まさ見られて。はい。いかがでしたか。いや、もうその文字しか覚えてないですね。いや、久保がちょっと胸板熱くなったなっていう。あ、そうです ね、 ね、やっぱりでも、出てると楽しいなっていう感じでしたよ。うん、というか、よく今年、また後でも触れるんですけど、うんうんうん、久保はもっとできるとか、久保はもっと出せとかっていろんな発言あるんですけど、はいはい、日本人の全成績で考えていくと、うん、今年トップじゃないですか。あ、データマンはそれ分かってるわけだね。はい、得点とかアシストとか以外のその何がすごいんでしたっけ、今、うん、もう優しさ、思いやり、バファリン残さないで食べる。ごめんなさいね、ごめんなさいね、皆さん。明らかに変わってきたのはメンタルですね。こういう話が面白いんだよ。メンタル。あ、そういうことなの。あ、うん、でも、うん、まあさ、はい、だ私今メンタルのデータ化やってるの。すげえ疲れんすけど、正直。メンタルのデータ化。そう、いろいろそれはどうやって作るのかとかまた違った特殊でやるけど、今ほら選手名鑑作ってるでしょ、はいはい、その中で合計、うん、なんだっけ11項目ぐらいあるわけですよ、うんうん、アタックとかシュートとかあるよ、ね、そうスピードとかいろいろ作ってる中で、うんはいはい、スタミナとか、はい、あとメンタル、ここはやっぱりそのドリブルで運ぶ回数とか、そうですね、あとファール数、あとね地上戦を仕掛ける回数、うん、はいはいはい、やっぱりそれはね、多い方がいいでしょ、はい、90分間あたりとかで見ていくと、竹久保はちょっと
やばいですね。あ、仕掛ける回数が、うん、もらったら仕掛ける。我々が思ってるよりも、うん、ヤンキーですね、メンタル。あ、おらーって感じ。そう、はぁ、行くけどみたいな、それぐらいの。はぁと思った方がいいです。なるほどなるほど。というか、それってやっぱ相手としては嫌ですかね。嫌ですね、うん、どんだけやられても絶対に立ち向かってくるまんっていう状態なので、うん、なるほど。またやんのこいつみたいな形。すごい。リーガ以外の久保君も見てみたいね。ぜひ今私ミルウォールでやってますね。2,3 日中にまたやりますんでね。ちなみに今年、うん、なんだろう、ちょっとリーグ別で考えるちょっといろいろ難しいところはあるけど、はい、うん、久保、富安、うん、鈴木優真、まあ、南野はもちろんですけど、ザルツブルク時代、はいはい、あと鎌田大地、うん、小池龍太、うん、この辺りがトップクラスですかね。すごいなと思います。だ堂安よりかは今年もう明らかに上ですね。堂安選手はあんま出てないな、ね、今最近ちょっと厳しいですね。まあでも一番ね PSV は厳しいでしょ、その中でもね。うーん、そうなんですよ。まあその話はまた後ほど。そうなん率、うん、そうなん率ってか。どうなん率、こうなん率、そうなん率。見つけちゃいましたね、また。うまいなぁ、今先生、うまいな、禁止ですよ、恥ずかしいから、やめてください。でも、マーさん、ほんと面白いから寄せやい、寄せ、ハイボールおかわりください。いっぱい飲んでたんかい。はい、そうなんですよね。でね、今回まずは見てほしいのが、そして皆さんもちょっと見てほしいのが、はいはい、ごめんなさい、たくさんコメントいただきましてありがとうございます、はい、うん、結構なんかソシエダ気になるみたいなコメントも結構序盤から多かったので、うん、次あのあれなんですけど、うん、やっぱりリーガといえば、うん、なんか強いのどこですか、例えばリーガ、うん、スペイン、あー、やっぱりあれでしょ、バルサ、うん、レアル、うん、アトレティコじゃないですか、うん、だから大体その3チームが1、2、3位に、うん、なるんですよ。そうよね。じゃあ今の順位見てもらえると、あ、まあセビージャはいつも4位とかさ、5位とか。そしてマーさん、昨日見た、ゲットだ、ゲット、ヘタフェが、実は4位にいまして。すごいんですね、ヘタフェ。で5位にアトレチコいるんですけど、うん、今度6位のレアルソシエダ見てほしいんですよ、うんうんうん、いや6位じゃんって思うかもしれないけど、うん、試合数実は1試合足りないんですよ。え、だからってことは3位じゃん実は、うん、勝つと、今日かなの試合に勝つと3位です。あ、まあ、2コマありがとう、ナイスパーです。2強は10ぐらい話してるけど、3位以下は結構団子なんですね。そう、というか、レアルソシエダ今日勝ったら勝ち点46になるんで、うん、まあ、セビージャと並びますが、得失点差的に上に行くんですよ。で、バルセロナまで勝ち点10ない状態なので。菊間さん、ありがとう。おー、うん。いや、ヘタフェにびっくりだよ、ソシエダは。ソシエダはだって言ったってちょっと強いじゃん。ただ今ね、ヘタフェだって2部だったでしょ前ね、うん、ただね、今この今回はこのレアルソシエダで、レアルソシエダがちょっとある時期を境から、うん、半端ないことになってきてるんですよ。新田さん、ナイスパーです、ありがとうございます、うん、あのね、うん、レアルソシエダといえばあの人いるでしょ、うん、ソシエダ、うん、ウーデゴーでしょ。そう、おうおうおう、あの彼が覚醒し始めてから、あ、覚醒してんだ今、はい、マルティウーデゴー、ちょっとそう、あのなんだっけ、フェイノルトだったんだっけ前、あのオランダにもね、でね、その時すげえ、はい、フェイノルトじゃないか、ちょっと待って、すげえ話題になったもんね、レアル、レアルからね、レアルからの、そう、レアルからのレンタルみたいな形でもありましたけど、そうですね、でもまだレアルに戻ってないんだもんね。そうなんですよ、久保がたどる道みたいな感じでしょ、要はさ。そうなんですよ。ちなみにその、うん、なんか腕ゴーアの名前も皆さん結構、うん、それこそなんか久保建英とよく比較して言われるから、なんか結構年いってんじゃないのって思われがちなんですが、だって騒がれてからもう5、6年経ちますよ。あの1998年生まれで、うん、久保くんの3つ上なんですよ。あ、そう、あ、じゃあ騒がれるの早かった。そうです。あのだから久保建英と一緒ですね。今まだ21歳です。はあ、そう。はい。あ、ノルウェーだね。そう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 。ハーランドと一緒のノルウェー代表来るかもみたいな。あとタリックと一緒ですね、湘南の。あ、すごい。そう。あ、言ってたやべっち。そうだ、タリックがガッと相手のディフェンダーに攻めていって、ディフェンダー引っ張って、で、ウデゴアからのパスにハーランドドン。あ、なるほどね。いいね、見たい。今出たソシエダの話だって言ってくれてる方いるけど。おそらくソシエダ面白いね、ファンなんだね。そうなんですよ。なんかだからウデゴが
レアル戻ったら久保が次ソシエダなんじゃないかっていう、そうだと、その可能性はあるんですけど、ね、ってなると順位的には10位以上ランクアップしますね。そうですね。ね、そうなんですよ、うん、でね、これね、これなんでソシエダか、正直ほら順位、うん、今の順位だけ考えたらヘタフェ特集にしてもいいわけじゃないですか、今4位にいるわけだから、はいはいはい、ただね、レアルソシエダ、うん、そのウーデゴア以外にもこれも、あ、そうなの、ん、ウーデゴアだけの話じゃないの、ないんです、他にもいるんです、マーさん、そして皆さん、はい、あの人もいるんです、今レアルソシエダにこの人がいました。レアルソシエダに誰がいるの？ヤヌザイ。もうヤヌザイいるいる、ヤヌザイは憎たらしかった、ヤヌザイがいます、言ってるけど香川真司がね、嬉しかったな、マンチェスターユナイテッド入団1年目、ね、うん、なんかパス出てこねえなと歯がゆいな、まあ、もっとやれんだから香川に出せ出せ出せ、もう眠いのに起きて今日だってもう一回起きてみてな、また交代、またヤヌザイと交代、ヤヌザイ何すんのかと思ったら全然何にもしない、ヤヌザイが悪いわけじゃないんだけどね、そうだ、その思い出のヤヌザイ、もうそれを見つけた瞬間に今日はソシエダだって思って、はい、頑張ってんだ、そうだそうだ、ヤヌザイ君頑張ってんだ、ヤヌザイがね頑張ってます、だってヤヌザイは香川より多分若かったよね、そうです ね、ちなみにヤヌザイ、あの、うん、マーさんがその見てた当時が18歳ぐらいなので、はいはい、なんと今25です、だ、ね、まだまだ25です、そうだよね、そうなんですよ、ファーガソンが連れてきたんだもんね、ヤヌザイと香川ね、ですぐ辞めちゃったんだもんね、そうなんですよ、その監督が今あれだよね、あれもともとエバートンの監督、そう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 、私今どっかの監督やってるよね、プレミアのね、今どこだっけ、なんかいい感じにしてるよね、どこ行ったんだっけ、どこ行ったんだっけ、なんか出てたこれ、あ、いるんだ、そうなんですよ、なんか僕横浜見に行った時あの監督だったんだよね、うん、うん、誰やねんと思いましたけど、でそんなヤヌザイ選手が今、うん、いわゆるこのレアルソシエダの今右のウイングをよく担当したりすることも多いよっていう形ですね、はあはあ、すごいな、ソシエダの話だね、そう、うん、ちょっとね、ちなみにエスパリオールにはあれがいますよね、はい、ウーレイがいますよ ね、 ウーレイいます ね、 ね、中国のね、昨日右サイドハーフやってましたね、出てんのすごいね、ウーレイ今ね何点だっけかな、結構何点か取ってた、上海上皇にいたウーレイですよ、そう取ってますよ、一番人気の、だからウーレイが来年も一部でできるかどうかですよね、あとはだから今だから再開だから、あ、そうか、そうなんですよ、で今回ね、うん、そのウーレイじゃねえや、うん、ウーレイをちょっと言いそうになったけど今ヤヌザイ憎しが今ねヤヌザイが悪いんじゃないからね、そうなの、うん、あのほんといっぱいいろんな人がいるんです、うん、センターバックのジョレンテとかモンレアルとかいろいろ、あと、うん、ウーデゴアの話もしたいし、このヤヌザイの話もしたいんですけど、今日皆さんに、それこそ普段 J リーグを見てる皆さんに途中にごめんなさい、ことぶきさんがね、ヤヌザイをね、はい、安西みたいに書いてるんですそれちょっと笑っちゃってごめんなさい、それどうしても笑っちゃってごめんなさい、うん、ちょっと面白いな、はい、で、今回ですね、はい、ちょっとお伝えしたい選手がいるんですよ、はい、このレアルソシエダの、10番の選手がいるんですね、はい、この選手を今日は皆さんに覚えて帰っていただきたいなと思って、レアルソシエダの10番、はいはい、はい、うん、ミケル・オヤルサバルという選手、ミケル・オヤルサバル、オヤルサバル、ミケル・オヤルサバル、オヤルサバル、はあ、これいい選手ですよ、なんかもう可能、3つ可能なんですね、ミケルし、オヤルし、サバルんですねあいつミケルし、オヤルし、サバルじゃんであいつんちだぞ、今日やばい、大丈夫、あいつミケルから、え、オヤルの、オヤルよ、あとサバルから、マジっすか、いやでもほんとやばい、やばい、やばい選手なんですよ。というか将来のあれですよ、うん、あのスペイン代表というか、はい、うん、の10番背負うんじゃないですかね。ミケル・オヤルサバルですか。そうですね。今あのその東京あのそのオヤルサバル選手が、うん、あの1997年の4月21日生まれなので、うん、より東京世代なんですよ。はいはいはい。でまあ彼がだから東京世代なんですよ。だからちょっと学年はね、あの日本式のその学年4月スタートで考えたらちょっとあれだけど、うん、あの三好浩二選手とかとだから生まれ年としては同じだったりする。ステージ来ますね。うん、おそらくはこの選手がって形になるんですけど、すごい。オヤルサバルは写真が冴えないんですか？なんですか？あどけないんですか？あどけない感じはありますね。ただあのトップ下いわゆる10番の選手でありながら、うん、すごいのがまず身長が181センチとまず大柄だっていうところもあるのと、自分で得点決めきるっていう能力値が高くて、うん、アシストまで上手いんですよ。
ほい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 。そう、まあ、うん、トップ下の選手って言われたら、うん、まあそうじゃんって思われるかもしれないけど、だってこのヤヌザイ、ウーデコーアですよ。本当だね。そんな選手たちを、うん、ある意味脇役になれる、そんな方々が俺脇役になってもいいやって思う具合に、このオヤルサバルがこのチームで君臨してる。へえ、若いのに、うん、はい。だからあの、ソシエダ行って、その腕ゴーは多分どっか私、うん、走る、出せる、打てる、そう、おやる、サバル、おやる、サバル、はぁ、見ける、見ける、はぁ、多分あの、おやるサバル確かレアルソシエダの株組織出身なんですよ、うんうんうん、あ、そうか、多分よほど、そう、よほどのことがない限り、あのすぐパッとはいかないと思うんですよね、上には。でしかも同じポジションの選手たちがレアルとかバルサには結構ひしめいてるじゃないですか。レアルとか言っちゃうとちょっとさ、オヤルサバルだしミケルだしレアルになっちゃうとさ、ちょっとさ、レアルだしね、ソシエダもレアルでした、すいませんすごいな。ただね、将来は僕レアルだと思うんですよ、レアルマドリッドの方、うん、で先にウーデゴーワがレアル帰るじゃないですか、レアル帰る、レアルマドリードに帰るじゃないですか、レアル帰る、俺帰る、竹房が今度、ウーデゴアの位置に来るじゃないですか、ソシエダの、うん、お面白い、うん、でそれで今度は竹と2人で、ヤヌザイと帰ったらぶっ飛ばすからな、今度絶対言うじゃん、ヤヌザイとばっかり交換したらぶっ飛ばすから、ほんとヤヌザイだからオヤルサバルと久保竹房が今度できるでしょ、うん、でその2人とも後でレアル行くんじゃないって思って、あ、そうなの、それは面白いなと、なるほど、うん、ほうほうほう、でもちょっと若手活躍しちゃったね、昨日ね、レアル若手活躍しちゃった ねビニシウス ねビニシウスとあと最後入れた子も若手でしょ、そうですね、ね、で面白い、でもだから、まあ、結局は誰、結局なんだろう、その競争に勝たなきゃいけないってのは絶対、まあ、レアルなんかね、トップオブトップオブトップオブトップだもんね、そう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 、だってレアルの株組織とか関係ないでしょ、レアルの株組織からレギュラーっていんの今、いやほぼほぼ難しいっしょ、難しいっすね、ただ グティ以来いないでしょ普通適当なこと言いましたいると思います、今そのレアルマドリードはそれを変えようと思って、うん、はい、それこそ竹内久保も取ったってところがあるので、ね、でウーデゴーは戻す気満々だから、うん、だからそれでウーデゴーだから、その世代全員で5年後6年後のレアルマドリードになってたら我々ニッコニコですよ、ね、リバプール南のレアル久保バルサーベ、いやーたまんない、ちょっと今本当にビジーンってした俺体恥ずかしい、後から本当にジーンってしちゃって、マンチェスターシティメッシのマンチェスターシー、ああそうだね、そうだね、ユベントス若月、ああ確かに確かに ねあと西川、ああ確かに、すごいね、はい、あと多分どっかにいるでしょうね、パリ・サンジェルマンとかに行くんじゃないですか、うん、ああそうだね、ね、あの人サガントスのあの人とか行くんじゃないですか、パリ・サンジェルマン、松岡とかなんかパリ・サンジェルマンっぽいんだよ ねパリ・サンジェルマンのなんかジャージみたいなよく着てるね、みんな最近ね、ねあのコートかっこいいね、 T シャツとかかっこいいっすね、ね、あとユニフォームも結構そうか、サマリナの松潤が着てたよ、ネットフリックスのあの嵐の最後のダイジェスト見てて、松潤がリハーサルで着てた、かっこよかった、ね、ピピ上がってこないから、なんかピピ君とかも上がってほしいですけどね、中居君もいるし、でも僕のなんか感覚で言うと、中居君みたいな子が世界中から株組織に例えば100人いたとして、はい、久保君みたいな枠にはまる子がその中の一人ぐらいですよね、はいはい、で久保君みたいな子が20人いたらレアルのトップチームで1回でも出れるのは3人ぐらいかな、そんなもんすね、っていうことですよね、うん、だピピ君上がってくるよねとか言ってもなかなか頑張んなきゃってことなんでしょう、そうですね、だって早抜きいないんだもんね、うん、グティがいないでしょ多分、あの風見色が確かもしかしたらそうだったかもしれないとかいますよね絶対いるけど、いい加減の誰かはいるけど、でもやっぱりそれぐらい、夜あ、カルバハルもそうなんだ、カルバハルもそうか、失礼しました、そういう本当でも狭きもんだってことは間違いないし、でもやっぱ中井くんもそうだけど、それこそレアル、久保、バルサーベ、その登竜門をまず一つかいくぐったっていうだけでもそんなすごいことだとは、そりゃそうだよ、別にレアルだけがいいわけじゃないですからね、そうだよ思いますね。でそのレアルソシエダなんですが、はい、ちょっと面白いのがこのチームが今あの433を使ってるんですよ、基本的に言うと、はいはい、うん、だからちょっとあれですね、あの日本っていう日本で言うんだったら、川崎フロンターレ
ほうほうほうみたいな感じですね。なるほど。433なんだけど、あのいわゆるワンアンカーで、うん、インサイドハーフが2人、なるほど。でウーデゴアがその右から攻めてきてるような形 で、うんうんうん、でウーデゴアが右の起点、うん、で左の起点にオヤルサバル、ね、ミケル・オヤルサバルがいてくれるっていう形、うん、であとは右のウインガーにあの、うん、ヤヌザイがいますね。ヤヌザイもいるね。ヤヌザイもいる、ヤヌザイもいる。だから2つのこの起点からいろんなボールが繰り出されてくるってのがまずはちょっと面白い布陣になってるんじゃないかなと思っていただければいいかなと思います。ヤヌザイ何気にベルギー代表なんだよね。いたわけあのベンチにあの時あの時いたかな。ヤヌザイボケほんと好きじゃないなヤヌザイのこと。ちょっと好きなんすよね。逆にね、ヤヌザイでもうまいよね。ヤヌザイめちゃめちゃうまい。ちょっとだからわかんねえ香川と、あなんか迷ったっていう、はい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 、ヤヌザイうまいんだよね。あとちょっと半目閉じてんじゃんヤヌザイって絵 で描いたらさ、なんか俺ああいうの好きなんだよね。半目閉じてる感じじゃん、ヤヌザイって。わかんない。今最近見たことないからわかんないけど、はいね、うん、そうなんですよね。そうなんですよ、はい、このソシエダがおそらく今後上がってくると思うから、うんうん、今ね各リーグ板倉も忘れないでって先生、あシティでしょ、うん、あのちょうど攻撃的な選手を連続で言ってたから、うん、ああそれで言っただけなのであんまり気にせず。イタクラ知ってます最新情報、はい、卵割ったら双子が出てきた、ありえないっしょって今日つぶやいてました。イタクラ、イタクラかわいいっすね。かわいいな。そんなオランダフロー人間での小さな出来事が一瞬で日本に届くって素敵ですよね。素敵ですね今ね、本当そう。で、ねえー、今年結構いや俺ソシエダ気になってきちゃったな。あの今年あの各リーグでちょっと面白いチームが結構目白押しなんですよ。でその一つとして今回、まあ、またね、うん、あのソシエダ細かくなんか戦術解析みたいなことやりたいなと思ってるチームがあって、うん、それがまずはイングランドで言ったらやっぱりさ、うん、あのシェフィールドユナイテッドもそうですし、うんうんうん、スペインだったらソシエダ、うん、でイタリアだったらアタランタがちょっといいっていうのが。アタランタだ、うん、あのロゴがね石油、そう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 。なんとなく言いたい意味はわかります。ね、ロゴが給油所みたいなアタランタね。でドイツだったらボルシアメンヘングラートバッハがそうですし、オランダだったら AZ。AZ ね。はい、あ面白いんだ今ね。ちなみにねマーさん知ってます？昨日 AZ VS アヤックスだったんですよ。あら。いわゆるどうだったの？首位決戦。首位決戦なんでね、Z はもう今や2対0 AZ。 よっしょーすげーすげーデリフトとかデヨングの弟たちをぶっ倒したわけですか。ぶっ倒しました。はで最後終盤 2-0 でこのまま勝ち切るためにと出てきた、うん、あの最後のカード、お菅原ゆきなりすごいね。菅原ちゃんが活躍したわけじゃないんだね。じゃあ活躍してないムードメーカー、ムードメーカー最後出てきた。でもこれであの勝ち点並びまして2チームとも17勝2分け5敗っていう、うんうんうん、17勝2勝2分け5敗。おおそう、 2チームとも同じなので勝ち点。じゃあ CL いけるかもしんないじゃん。あ CL いけます。来年このまま来年ね、うん、板倉、いや菅原、菅原、うん、菅原だって完全移籍だからね。そうちなみに AZ すごいのが24試合で17失点、うんうん、おおすごいね。そうほぼ取られてない、全然取られてないんですよ。おすごいね。そうへ、今その言った中で今年その、ね、台頭してる、来てるよっていうチームの中の、うん、いわゆる一つに日本人がしかもいてくれるっていうのもちょっと面白いですよね。たまらんね。アタランタ聞きたいですだって先生ね。まあ、ちょっとそれは、うん、あの次回とか次次回とかでもできると思うので、その時にやりたいなと思っております。なるほど。じゃあ次ですか。そうなんです。今日はですね、まあ、今ソシエダね、まあ、触りだけではあるけども、うん、今日スライドで言うとあと3つありますからね。4つね。あ4つね、うん、はいはい、またちょっとソシエダに関してとかもちょっとできればと思うんで、一応ねあの皆さんに今日覚えてほしいのはレアルソシエダに、ウーデゴーア、はい、そしてヤヌザ、オヤルサバル、オヤルサバル、そうオヤルサバル覚えやすい。まず今日は触りだから、ね、触りだからね。オヤルサバル、オヤルサバル、喋、ね、る、食べる、舐める、舐める、うん、くべる、くべる、サッカーはどこ行った、ねメルケル、メルケル、メルケルね、うん、はいでございました。いし、続いていきましょう。うわー、今度ベルギー、続いてベルギーでございます。ね、ベルギー一部からいきましょう。ベルギー一部なんですが順位表は左の通りになっております。ベル、ね、28節まで終わった段階、いわゆる合計30節までリーグ戦はまずあるんですが、ね、今28節まで終わりました。小林勇気の異なる戦い、はい、ネクスト天野潤、小池龍太なんても書いてますけど、実は順位表にするとこんな感じなんですね。はいはい、1位がクラブブルージュ、28試合で、はい、
いっぱいしかしてないんですよ。つえーなー。ちなみにそのクラブブルージュと昨日戦ったのが川島いたもんね、クラブブルージュね。ね、いや、スタンダールリエージュですね、いたのは。似てないいたことでいいんじゃない。まあ、そのクラブブルージュと昨日戦ったのが、はい、昨年の王者ヘンク、伊藤純也選手なんですけど、はいはい、まだこのクラブブルージュって28試合で13失点しかしてないんですよ。すげえなー。その失点の一つを昨日伊藤純也がやってくれたんですね。伊藤純也が昨日、はいはいはい、クラブブルージュ相手に得点。先生ね、つぶやいてくれてましたね。一回伊藤の同点弾決まったんですが、その後にまた勝ち越されてしまって、まあ、クラブブルージュが一応 2-1 でね、勝ったって流れではありましたけど。アンデルレヒトがちょっと低いね。あ、やべえ、アンデルレヒトに森岡入れちゃった。すいません。森岡今どこにいるんですか。森岡1個下じゃん。あれどこだっけ。ズリテベルゲン。ちょっと待って。ワレヘムか。なんでずれてんだ。大変失礼いたしました。今気づいちった。あれですね。先生だって神様じゃないんだから。ずれちゃった。大丈夫ですよ。プロサッカー選手だから毎試合点取るのかって、そういうことじゃないよ。シャルルロワですよね、シャルルロワ。うん、だから、森岡が3位ね。森岡が3位。ああ、シャルルロワ、うん。これちょっとお詫びして訂正いたしますよ。はい。うん、だから、これすごいのが、うん、森岡もともとアンデルレヒトから移籍して、はい、シャルルロワ行ったんですけど、はいはい、チームのレベルで言ったらシャルルロワの方が下、うん、アンデルレヒトの方が上なんですよ。あの3位のやつは、シャルルロワって読むの、はい、あれ。そうです。シャルルロイ。シャーレロイじゃないの。そう。あれはシャルルロワって言います。シャルルロワ、おしゃれだな、あれでシャルルロワって読むの。はい。俺バンド組むときあの名前にしよう。これから組むかい。でもシャルルロワです。いいなぁ。すいません、ね、森岡です、ボーカルの。なんで統治法で言ったんだろうね、うん、ちなみに森岡すごいのが、ええ、全く正直日本で報道なんてされないじゃないですか。確かにそうなんだよね。ねえ、うん、ほんとかわいそうですけど、うん、6点取ってます。すごいじゃない。えシャルルロワで、はい、ベルギー3位のチームで、はい、もうだって不動のスターメンなんで。報道してあげてよ。ねえ、ほんと。で、一つの大会で6点以上取ってるの選手ってほとんどいなくて、うん、森岡と、うん、あとあれなんですよ、うん、一人だけ異次元ですごいのが、あの EL で6点取ってる鎌田大地っているんですけど。すごいよね。リーグ戦まだゼロなんですけどね。あ、そう。ブンデスではちょっと何ですか、カップ戦要因みたいになってるの。いや、基本的にどっちも出てるんですけど、取ったら出したいわよね。分ですね、はなぜか取れないっていうので、なんでだよってなってるんですよね、ドイツの方でも。そうですか。で、ただそれ以上に点取ってる人が、うん、なんとこのリーグにいるんです、日本人で。え、森岡を超える人が一人です。え、実は今年、とか2019年鹿島で1点もとか1試合も出ることなく移籍することになった、鈴木優馬、シントトロイデンで現在7得点。ああー、そっか。そうなんです。どれがシントトロイデンよ。12位見てください。米印1ってなってるところが、はい、ST トロイデンスってなってると思うんですけど、これシントトロイデンです。セントみたいなことだ。はい、セントポール立教大学みたいな。そういうことです。セントトロイデンなんだ。はい。ああ、聖トロイデン先生が作った。そう、わかんないけど、多分そう。そういうことにしましょう。おうおう、はい。あ、すいませんね、なんか余計なことばっかり。いえいえいえ。はい。そう、ユーマくんが実は点取ってんですよね。ああ、そっか。あと奥側もかな。奥側も7かな。奥側マサヤですか。そう。なんですよ。すごいね。うん。ベルギーはやっぱりいい舞台ですね。昔に比べると、うん、それこそ10年前の我々だったらやっぱりドイツに行ってることが多かったじゃないですか、ね、日本人で考えると。確かにね。うんうんうん。ただやっぱりちょっとね、ベルギーって言うとちょっとのほら、そういう時代からするとなんか物足りないのかななんて思っちゃったりもする人もいるんかもわかんないですけど、うん、こっからステップアップしてってますもんね。だってね、そうなんですよね。あとなんかいろんなリーグ改革とかもあったりとか、日本人にとっては今、はいはいはい、このステップアップリーグの一つとして数えられるのは、冨安の影響も大きいし。あ、そうだよね。あ、そうか、冨安もここからだもんね。そうなんですよね。しかもアンデルレヒトのキャプテンだってあれなんでしょ、なんだっけ、監督、ベルギーのキャプテン、監督もやってるあれね、なんだっけ、名前出てこない、今出てこなくなったけど、でっかい人、シティの ね、シティの、そう、あの人ね、センターバック、コンパニー、コンパニー、あー、コンパニーなんですよね。で、ただ一つ、コンパニーだってあれで差別用語とか、敵の、うん、味方のサポーターが敵のキーパーにそれ言ったら、なだめに行くんだよ、ゴール裏、自分のゴール裏に、うん、やめろっつって言ってね、誇り持てっつって。
っと適当に言いましたけど、やっぱりそういう胸叩いて見えるでしょコンパニーが、はい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 、あ映画に出てくる100に出てくる勇者だよね、300だっけ、200少なかったかもな、100だっけなんだっけね、はい、うん、で、その中でですが、うん、問題がちょっとありましてね、うん、下なんですよ、シュミット・ダニエルさんこんにちは、下がだいぶ問題なんですよ、あ、シュミット・ダニエル、あ、それね、あのシント・トロイデンのところにちょっと4人入らないんで、 そういうことね、あ、小林祐希選手、実は今、うん、いわゆる残留争いをしているのが、いわゆる下の方なんですけど、うん、サークルブルージュ、上田直美選手の所属しているサークルブルージュ、はいはい、そしてあと15位のオーステンデ、うん、であと16位の小林祐希選手所属のワースランドベフェレンっていう3つになってるんですが、なるほどベフェレンが多分このままだと残留は多分できないだろうなという、本当20か、うん、あとこの後あの、うん、いわゆるプレーオフがあるんですよ、あ上下分けるプレーオフね、そうでそれで、ね、最終的に決まるんでまだ分かんないですけど、そうそうそう、小林祐希選手がもうすでにブチ切れてるんですが、うん、あのチームのいわゆるチームメイトたちの意識の低さにもう嘆きまくってるんですよね、あそうなの、意識が低い、うん、このままだとやばいってんで、あそうですか、そうで、ただもう一個問題があるのが、うん、これ次でもまた話すんですけど、うん、この15位16位オーステンデとワーサランド・ベフェレンが負けた、ほぼどっちかのうちの一つが降格だとは思われるんですよ、はあ、うん、まあそうですか、で落ちたら、うん、多分チーム終わりかもしれません、うん、チーム終わりって何ですか、財政、2部2部、スポンサーとかの云々考えると、うん、チームの存続がもう厳しい、そういうピンチなんですか、そういうピンチになっています、そう、うん、でもサークルブルージュ4連勝してんね、だってそう、ここはねいいですよね、ただその中どっちが日程今に近いんですか、右と左、あれあの右ですね、たまに逆の時ない、これこれは右です、左から右、はい、これたまに逆の時あるよね、あの Google はそうですね、あるよね、分かんない時あるよね、そうなんですよ、あそう、お気をつけください、はい、なんですよね、ただその中で上田選手スタメンじゃないんでちょっとなんとも言えないですけど、うーん、これそうだね、ブルージュはこれ上行くね、そう、ただあのこれ一ついいのはサークルブルージュが仮に残留できなかったとしても、うん、サークルブルージュは財政的には全然問題ないんですよ、あそうなの、そう、あのフランス の, あのモナコってチームあるじゃないですか、 あれの下部組織化してるんで、このサークルブルージュって、あそうなんだ、そうだから別に落ちようが何しようがその潤沢な資金がある、なるほどね、ぶっちゃけモナコはでモナコ広告だからね先生ね、うん、うん、フランスリーグだけどフランスじゃないからね、あだっていや、そうでしょ、いやでもリーグワンって意味で伝わるかなって思ったんで、いやいやそうそう、あよかったごめんねちょっと、あなるほどね、そうなんですよ、そうそうそう、そうなんですよ、うん、そういうことになっています、ね、でちょっとねこれプラスアルファ一つ言いたいことがあって一つ、うん、ページめくってもらってもいいですか、マーサー、ああ行きましょう、はい、これと、はい、あの皆さんに今日知ってもらいたいのがもう一個、はい、ベルギーの2部なんです、ベルギー2部、はいはいはい、はい、ベルギー2部、ね、2部、これ2部もあるんでしょ、2部もある、別に解散しなくていいじゃないですか、いやだから1部から落ちたら、あのいわゆるスポンサーと打ち切りって意味です、そんなベルギービールの会社とかいっぱいあるでしょうよ、だからこっちも同じことになってるんです、うん、天野選手、小池選手が移籍したロケレン、あロケレン、あ去年は1部にいました、はあ、だから今年2部で昇格の筆頭候補になると思っていたんですが、あらららら、なんと最下位、しかも2部って8チームしかない、8チームです、ああそう、あベルギーって人数少ないんだよね人口、そうなんです、なんか品川区と同じぐらいとか誰か言ってたよ、あそうなんだ、あ違う嘘つきました、それクロアチアです、それ品川区かどうかも分かんないです、東京都適当なことばっかり、あそうで、それでこうなっちゃいまして、はあ、ロケレンみたいなのもあってね、ロケレンがその8位ですね、あこれロケ、あ天野選手、小池選手の所属ですね、まずいね、で一応ですね、あのリーグ戦終了です、終わりました、あもう終わった、なんでとりあえず再開はリーグ戦の再開は決定です、あらで、ただ、うん、こちらも最終的にあのプロ野球のクライマックスシリーズみたいなのがあるんですよ、うん、で、7位のルーセラーレってチームがあるんですよ、ルーセラーレ、ロケレの上にいるルーセラーレってチームがあるんですけど、はいはい、今日は深いですね内容がね、ルーセラーレ、はい、うん、このルーセラーレとロケレンでクライマックスシリーズがあります、うん、5試合あります、逆クライマックスシリーズ、そう逆だから3部落ちのための、はいはい、5試合、なんで分かんない4はギリギリ分かるけど4は分かるよ5試合だからとりあえずホームアンダーウェイ2回、ね、
でもだから5試合やって悪かった成績のチームが3部に落ちます。うん、それえ3試合負けたら終わり？まあ要はそうですね。じゃないんでしょ。でも5試合やるんでしょ。まあやるんでしょうけど。はあ。どうなの？で、もうこれはもう分かると思いますが、あの負けた方終わりですもん。うん、そうだよね。そういうことだよね。そう、負けた方はあのマジでチーム解散のレベル。マジで。はい。2部で、そうなの？はい。うん、で、ただ本当に天野と小池がちょっとかわいそうで仕方なくて、うん、めちゃめちゃかわいそうなんですよ。あの直近例えば3試合ウェルギーあったんですけど、はいはい、あのいわゆる日本的に言ったらその土曜日に開催して水曜日に開催して土曜日に開催して、はいはいはい、みたいな形で3試合あったんですけど、日程がちょっとあれなの？あの3試合ね、とりあえずね、うん、そのうちの、土曜日に開催しただから、うん、ラス3のうちの2試合で、うん、ロケレンレッドカード2枚2回やったんですよ。そりゃきついわと思って。なんでそんなことになっちゃったんですかね。わかんないですけど、さすがに試合まで見れてないんで。あ、そうそう、いや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 っていう。ベルギーの人口は1149.2万人です。あ、それぐらいいらっしゃるんですね。めちゃめちゃ多いじゃないですか。めちゃめちゃ多いですね。多いんですかこれって。でもだから日本のだから10分の1くらいですか、ね。ああそうか、はい、なんですよね。でですね、その中でちょっとすげえかわいそうだったのが、実はあのまず小池選手なんですけど、これ皆さんすごいっすよ小池選手、うん、移籍した最初の試合はまだあの登録のその書類が間に合わなかったので、行った時ね。そう、ちなみに言うとちょっと話ずれるんですが、うん、あの本田圭佑選手あの、うん、書類間に合わなくて開幕節出れないそうです、ブラジルで。あ、ボタボコで、はい、あららら、なんでそんなことになっちゃうの。日本と違うから、ルーツだから。圭佑先生側が悪いんじゃなくて、でチームです。あんな歓迎してて書類間に合ってないの、はい、何してんのよと同じように、ね、小池雄太選手も開幕節間に合わなくて。あるんだね、はい、その時ね。そうなんですよ、で、あれだったんですが、第2節からずっと出てて、うん、なんとそのね、あのレッドカード2枚もあったけど、ちょっとサラダチキンリーグ戦の最終節まで、うん、いわゆるフルタイム出場だったんですよ、うんうんうん、ただ最終節レッドカード2枚出てて 0-2 なもんだから、うん、こりゃ勝たなあかんわってことで、うん、右サイドバックの小池を下げて82分、うん、でフォワードの選手入れてどうにかしようとしたんですけど、うん、ダメだったっていうオチですね。まあ、はい、まあでもね、チームが落ちちゃうのはまあ助っ人だからね、悔しいけど、まあね、そこはね、なんかそこはね、でもロケレンのサポーターのことを思えばね、そうなんですよ、うん、今大変な時だね。でもね、でも5試合チャンスがあるからね。そうなんですよ、うん、であとだけどもう一個問題なのは、うん、小池選手はただそれぐらいな状態なのと、うん、あの一部のクラブが実はちょっと狙ってるみたいな話があったんで、あら、まあ、大丈夫じゃないかなと思ってるんですよ、うん、しかもあの右サイドバックながら2点決めたりだとか、うん、右ウイングだとかもやってたりするんで、うん、で天野選手に関しては、うん、こちらも28試合中24試合出たんですよ、うん、で結構出てるはいるんですが、うん、ただ問題なのは天野選手レンタルなんですよね。あ、レンタル、うん、一応マリノスからのレンタルで、俺は帰らないって言って一応ベルギーには来たんですけど、うん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 、この状態だとまあ、ロケレンは買い取りオプションを行使できない状態にあるので、まあ、そうですね。だから、まあ、しかもそれで正直28試合で24試合出て3ゴール3アシストという状態なので、ちょっと2分ない、見せれてない、もしかしたらちょっと危ないかもしれない。ベルギー内移籍はダメなんですか？だから2部での移籍がありうるかなっていう感じでしょうね。しかももう今年29歳になっちゃうので。そっかそっか、うん、ヨーロッパの中でもそのもう高価買い取りがもう結構きついから、うん、ね、でもこのチームのね旗色悪い時はもうしょうがないっちゃしょうがないもんね。うん、特にアタッカーのね、そうなんですよね。で結局だからアマのアタッカーで最初使ってはいたものの、最終的に今 ボランチなので。あ、そう、で右のだからあのあれですね、扇原選手の位置でやってますね、うん、いわゆる横浜で言うと。みんなが言ってますけどね帰っておいでって、うん、マリノス帰っておいでってみんな。だからもともとはね、あの俺は帰らないって言っちゃってるから、うん、そこがマリノスの首脳陣をどうが思ってるのかっていう部分はありますけど、うん、
ただ心が折れてなければ彼はいると思うし、うんうん、それこそ海外でワンシーズン通してやれたっていうその自信も絶対あるはずだから、うんうん、まあ本当どうなるのかなんかね学んで、うん、もうなんかでも行って帰ってきて活躍してる選手もいっぱいいるしね、うん、山口蛍だってドイツでね成功しなかったんだもんね。それからだと相当立派に、ねうん、代表でもワールドカップに導いたしね、そうなんですよね、うん、だ天野があったらどういう決断を下すのかもあるけど、うん、その前に、先ほど一部のねベフェレンの、小林祐希選手、うん、そしてあと天野選手小池選手は、うんある意味ではチームを残留させることだからそれは、うんなるほどね、もうある意味ではもうお金めちゃめちゃかかってますからチームの一つのチームを存続させる戦いを本当の戦争みたいなもんなんでそうだよね、うん、わこれはちょっとそういう大一番の試合とか見たいですね。ねえ、うん、もちろんあの地元のねよりスポンサーとかが結局一念発起して、うん、あの残そうぜみたいなこととかも起こる可能性はあるけど現状で言ったらマジでやべえっていうのが、うん、ちょっとそこに書いてあるオーステンデベフェレン、なるほど、ルセラールロケレンっていう形になっております、うん、ルセラールはさ、はい、7位、はい、すごい引き分けんのうまいからこれ5試合だったらこれ厳しいねだそうですね、うん、ロケレンちょっとだから相性っていうか悪いかもしんないですけど、ね、はい、という、ベルギー2部をこんだけ喋る、ね、回になりましたけどね。でもルーセラールはでも失点54ですよ。めちゃめちゃした。だね、ロケレンだって49なんてそんな大差ないんですよね、まあ、確かにね、あ点は取ってんだね、ルーセラールはね。ロケレン点が取れてないですからね。確かに、そっか。だそう考えると24点中3ゴール3アシストってことは天野選手だって4分の1絡んだってことでしょ。そうか、じゃあ5分奮闘してるってことだよね。なるほど、これがベルギーの今なんですね、先生。はい。面白い。我々、レアルソシエダとベルギーで30分いきましょう。次いきます？はい。ということで、日本人選手、ちょっとね、今節振り返ってみましょう。ちょっとざっくり作ったね、表ちょっと汚いかもしれないですけど。起きましたね。いろいろ見ていきましょう。うん、今節の、日本人選手振り返っていきましょう。うん、まず、イングランドプレミアリーグです。南野選手、ワトフォード戦で、後半34分から、はい、出ましたね。まあ、ただ、はい、そのまま 3-0 引っ掛ける返すことはできなかったって形でしたね。うん、ちょっと一旦コメント消しますね。はい。うん、ちょっと大きく見ましょうか。はい、続いて、武藤義則選手、こちらは出てないと。はい、うん、でスペインの乾選手も出なかった、うん、で久保選手、うん、こちらもフル出場でしたと、うん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 、続いてラリーガ2部プラス一応阿部裕樹もいるんで、うん、プラスってしときましたが、はいはい、香川選手、こちらスタメンで出場はしたんですけど、うん、まあ、前半で交代と。あ、そうですか、うん、45分間の出場となりました、うんうんうん、続いて岡崎慎司選手、いつの間にか髪伸びてるね。伸びましたね、いつもの香川に戻ってました ね、うん、続いて岡崎慎司選手が2ゴール、うん、決めまして、先ほどあの鈴木優真選手と奥川雅也選手の2人が7ゴールって話したんですけど、はい、これでは2部っていうところまで含めたら岡崎選手もこれで7ゴールで、うん、すごい、さすがですね、うん、で地元紙とかで あのウィークベストイレブン候補に今節なっております。すごい、はい、順位的には一部上がれそうだったりするわけ、ちょっと確認する時間ください。だったらまたラリーが返り咲きもありますもんね、これね。ちょっと確認する時間また、いただければと思います。いいです、せっかくだから。いいですか、後でまたやりましょうか。柴崎岳サスペンションって何か、はい、ボヨンボヨンしてるんですか。ボヨンボヨン跳ねてるの今週は前節でレッドカードもらっちゃって、うん、出場停止です。あ、そういうことですね、はい、スペンション、うん、であと東京世代のゴールキーパー山口瑠衣選手は、うん、ずっとベンチ入りしてたんですが、今回ちょっとベンチ入りもできずということで、一応今シーズンの出場は1試合かな。山口瑠衣さんはなんていうチームですか今。エストレマドゥーラ、うん、エストレマドゥーラ、はい、というチームにいますね。なるほど。で阿部裕樹が怪我と、うん、で続いてオランダエールディビジ、左下から右上ですね、はい、うん、板倉コース上なし、なんかで中村慶斗も出場なし、なんだよ。で堂安律が後半のアディショナルタイム、うん、出てないと一緒だよ。で雪成が、右上ですね、後半アディショナルタイムからでもアヤックスに勝利と、うん、はい、で中山雄太が、うん、ズボレですね、ズボレの中山雄太がスタメンで出場で前半で交代、うん、で同じチームのファンウェルメスケルケン3位が今度こちらは後半から出ました、うん、あ、そうですか、うん、で続いてブンデスリーガなんですが、うん、なんと大迫対長谷部鎌田だったんですよ。あ、本当は。そう、ブレーメン VS フランクフルトだったんですが、あららら、うん、あのちょっとなんだっけ、トップ
いわゆる日本でいう台風的なものがありまして、それであのブンデスリーガじゃなくて、あのフランクフルトのヨーロッパリーグが木曜日に開催だったのが金曜にずれたんですよ。なるほど。その関係でいわゆる戻ってくるの土曜日じゃないですか。フェアじゃないと。そうということで、このブレーメン対フランクフルトは延期に、このゲームだけ延期、うん、延期になりました。突風で、はい、で1日ずれたという形ですね。で2部なんですけど、ここは頑張ってますね、本当。エンド渡るフル出場で、宮市亮もフル出場、ここはもう定位置今掴んでるのででかいですね。あ、そっか。はい、レギュラーでございます。なんていうチームだっけあれ、それぞれ、エンド渡るが、スットガルト、宮市亮がザンクトパウリ、ザンクトパウリ、でハノーファーの原口元気選手の試合は、今日これからですね。あ、そうなの。今日か明日か、3月2日月曜日、はい、これからなんで、ここは置いておきましょう。はいはいはい。続いてセリエ A です。先に吉田麻也選手、あれです、コロナウイルスの関係もありまして延期になりました、試合。あ、そう、イタリアがそうなんですね。イタリアとフランスがちょっとやばいですね、今ね。吉田麻也も近い、で、あと冨安健洋選手は、右のサイドで出たんですが、VAR で得点かっていうところはあったんですけど、VAR 判定で、ダメだったと。あ、そうなんだ。はい、セリエ A 初ゴールはお預けという形になりました。あららラツィオ、強豪ラツィオ相手だったんで、点取ったらでかかったんですけど、あ、そう、惜しかったですね。でリーグワンの2人は、出場はありませんでした。なるほど。あ、濃いですね、今週の皆さん。で、なんとですね、ここまでだったら、結構有名どころじゃないですか。皆さん行きましょう。次です、2枚目。次ですか。もうちょっとでも出て出してほしいよね。出てないからね、ちょっとなんか何とも言えないんですよね、全体的に。続いてです。有名じゃない方のリーグですね。あ、ベルギー、ポルトガル、ね、やってきました。はいはいはい。ベルギー一部、先ほど伝えた通り、伊東純也選手は、首位のね、クラブブルージュ相手に1ゴールを決めました。やったぜー。フル出場ですね。森岡選手もフル出場、ここすごいですね、ここら辺はね。で小林勇輝選手は後半からの出場になりました。で上田直道選手は出場はありませんでした。で三好浩司が後半32分からの出場ですね、アントワープね。で、シントトロイデン組、はい、ユーマがフル出場、伊藤達也はベンチ外、シュミット・ダニエルもベンチ外、で、移籍したばかりの、松原浩、なんとスタメンです。おお、ほうほうほう、大きいですね。まあ後半途中でね、交代になりました。あとは清水から行ったんですね。そうですね。ただ0-3だったんで、まあね、しょうがないよね。クローザーみたいな感じですか。あ、逆です。ゼロさん負けちゃってたんで。なるほど、負け試合。だから後半で途中で交代してしまうのはしょうがないかなと。ああ、そういうことか。あ、途中入ったんじゃない、ごめんなさい、はい。でベルギー2部組、天野小池はもちろんフル出場、あ、フルじゃないか、ごめんなさい、小池は最終戦あれですね、82分で退きましたね、すみませんでした。なるほど。で、あとオーストリア、北川はこの間後半37分から出まして、秋に1回怪我しちゃったんですよね。ああ、そう、北川選手は。でやっとチームに戻ってきたって状態なんで、はいはいはい、これから、まあ、得点決めてほしいなって、頑張ってほしいね。で奥川選手は明日かな、試合ですね。はい。あ、やべえ、安西ビスタ。続いて右上、皆さん見てください、はい。ポルトガル一部、中島翔也選手、ポルトもこれからです。翔也ね、はい、これからです。続いて前田大然、こちらはずっとスタメンをキープしております。はいはい、大然も出場試合数で言ったら相当ですね。3点かな、シーズン。なるほど。ただ、日本でも正直そんな得点を決める選手ではなかったのでと考えれば、ポルトガルでも3点決めてるってのは相当だと思います。そうか。はい。ですみません、安西ミスりましたね。これからって書いてますが、試合出まして、後半10分からの途中交代での出場となりました。今年生。はい。で、権田は今、掴んでます。ああ、そう、権田が掴んでる。権田が掴んでる。はい。伊藤と権田が掴んでる。いいですね。森岡さん。いいですよ。あと、西村拓真はベンチ外でした。こちらもポルティモネーズですね。なるほどな。続いてポルトガル2部です。レノファから移籍して、あ、カズヤの、いや違うかな、もしかしたら。ポルトガル2部は、小野原和也選手。はい。最初から移籍してちょっとしたところで1回5分だけ出たってことがあったんですけど、それ以降はなかなかちょっとベンチにもなかなか入れてないっていう状態ですね。ポルトガル2部にいらっしゃる。はい。続いてセルビア1部の浅野拓磨、こちらフル出場と。あ、もう掴んでる。ただ、こちらも3点なんですよね、確か。シーズン。なんで、ちょっと得点欲しいなっていう感じですね。なるほどね。3ジャガーしか出ないってことでしょ。であとスコティッシュプレミアリーグ、スコットランドですね、メシノ亮太郎、こちらもこれからです、試合は。そっか。うん、まあ結構スタメンで出てるんでしょ。ただ今年になって序列一気に落としちゃいました。あら、
あらそう、うん、あのだから監督とか変わったりあと移籍市場を超えてもいわゆるチームの序列を変えないでいる選手って相当すごいんですけど、だから大然とか、まあ、久保田健太とか好みも戦術もあるもんね、でメッシのちょっと落としてしまったんですよね。なるほど。続いてスイス一部、ハーフナニッキー、あのハーフナマイク選手の弟ですね、はいはい、こちらフルセンターバックですよね。そうです、こちらもコンスタントに出場は詰めてるかなと。そうですか、はい。そしてあと移籍したばかりの若月大和、まあこれから今ちょうどねある意味では個人キャンプ中みたいな状態なのでこれからだと思いますが、いいですね。はい、またどっかで特集できたらなと思っております。やっぱりベルギー組の方が試合には出てますね。出てますね、今回伊藤選手は出なかったけど、まあ、適度には出てるんで、はい、なるほど、まあ、やっぱり中島翔也選手輝いてほしいよね。どうなんですか最近。いや全然あましよくない、はい、まあ、ポルトだしね。まあね、それ考えるとやっぱ南野すげえなとか、ね、久保すげえなっていうのは、そうだね、というか一部リーグでフル出場してる人間がそんなに多くないので、確かに久保がその中で主力でずっとやってるっていうのは相当じゃないか。増えてほしいな、もうバンバンね。やっぱり外国人枠だからしょうがないのかもしれないけど、出たり出なかったりっていうのはね。ただもう安定的に見たいよね。そうですね、夜ダゾーンひねりゃいつも出てるっていう感じになってほしいよね。うん、それは望みでございます。まあ、あと出ないと評価にならないですからね。まあそうですよね、だ今回ちょっとあの今そのね選手名鑑シリーズで作ってるんですけど、今あのどうにかしてあの今までの過去の出場歴とかも洗い出した上でやってるんですよ。あの係数かけたりなんだりとかして今作ってたりするんですけど、やっぱり出場ない選手に関しては相当、例えば外国人選手とかだと元のいた海外リーグでのデータどうだったとかをひたすら今拾いに行ってる状態なので、なるほど、このリーグだったらこういう係数で何ポイントみたいな。そう出てないからってことでしょ。そうなんです。高校とか大学でも出てくれてれば問題なく出せるんですけ ど、 なるほど、出てないってなるとどうしてもね出せないので、そこがどうなるかなといったところでございます。なるほど、はい、なるでございました。じゃあトップの、いや久しぶりにこのヨーロッパの話題楽しかった、はい、ありがとうございますね。まあ、J がないから我々楽しめないって言い方もあるかもしれないけど、でもその代わり J からこういわゆる旅立ってた選手たちっていうのもたくさん、そうですよね、そういるわけで、その選手たちをねやっぱね見るっていう機会があっても面白いんじゃないのかなというところでやってみました。でちなみにもう一人、最後に一人だけプラスアルファちょっと言いたい人がいるんで、ちょっと待って、この人コメントね全部読んでますから、はい、これからも富安に期待です。いろいろ勉強になりました。中島は甲府町の波が大きいかな。ポルトとはいえ中島翔也もう少し活躍できると思った。あと、ガンバのサポーターの皆さんに、朗報です。朗報くださいよ、朗報ください先生、朗報、ファンビジョンもフランスで定位置掴んでおります。フランスの ボルドーだっけ。ボルドーにいますね。ボルドー今20チーム中12位なんですけど、今ですね27試合で23試合かな確か、はい、出てまして、で6得点、右のフォワードの位置を定位置掴んでおります。はあ、すごいねファンビジョン。すごいと思います。あの今年韓国人選手もちょっとなかなか全然厳しい状態にあって、あ、そうなの、ソン・フンミンまあ、やっぱ頑張ってるっていうところと、あと今出てこないあのサルツブルファンヒちゃんね、ファンヒちゃん、ファンヒちゃんちゃんね、そう、もう頑張ってるんですけど、それとも強いて言えばこのファンビジョかなと。あとがちょっとなかなか続いてなくて、そうか、だから最近あのマジョルカにあのキソンヨン選手、あ、キソンヨンね、ありましたけど、彼がだから残りの試合でどれぐらい活躍できるかなっていう感じですね。はいはいはい、ガンバサポ歓喜ってきてますよファンビジョ、すごいね、ファンビジョすごいですね。そう、なるほどね、という形でございました。わかりました。はい、いや皆さんもたくさんのコメント本当にありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったな、なんか久しぶりだねこの感じね。海外ちょっとがっつりやるのはね、ね、ちょっと疲れました。私もクラシコ見てて思ったんですよ、2時半とか、キックオフがね日本時間、3時とか、はい、まあ行って4時、はい、5時は無理っすね。終わったら何時よって話でしょ。7時そうでしょ、うん、もう社会と相反する時間でしょそれは、むしろ
新しい社会が始まった時間ですからね。ね、落ちて始発出てますから、ね、ちょっとこれなんかこう俺もうこれどうかなと思うんですよね、はい、スペイン側でも嘘ついてくんないかなと、うんうん、だから前の日にゴールデンタイムでできないから次の日のゴールデンタイムに、うん、今これ生ですよっつってそれまではもう内緒内緒、うん、まああのなんだっけあのレアルのスタジアムにいる人しかもう見ちゃダメ、はい、ライブに来た人は OK、うん、そうでダゾーンとか各配信は、うん、そう今が生ですよって嘘ついてくんないかなでちょっとやっぱ生で見たいじゃない、ええ、でも変わんないわけじゃん別に、うん、別にってことはないけどさ、はい、だって厳密に言ったら 2,3 秒ずれてんだから海外なんて そうですね、そうでしょ、はい、生で見なくたっていいんだよでもドキドキして結果を知らなくて生だって思いたいだから騙してほしい浮気すんなら浮気ばらせないでほしいってことなるほどねそういうこと騙しきってくれたら夜7時ぐらいから家族でクラシックを楽しめるわけです、はい、いやそうだよねねえ、うん、皆さんねいやみんな早起きしてよっていうコメントたくさん来てますけど、うん、眠しこになっちゃうから、ね、早起きすればいいのかそうかでもさ、うん、でもだよみんなと、うんうん、あの昨日じゃあタケの試合もあったわけだとそうなのよタケの試合が2時半から4時半にあったので、うん、そうでしょで30分だけ寝るのかって話になっちゃうよ、ね、いやそう全試合フルカバーはもう無理なんですよ、うん、俺近くのコンビニで昨日ユッティに会ったんですよほらね、はい、何してんのって言ったら、はい、ひろとこさんナイスパーですちょっと飲んでたんですけど、はい、ちょっと今日早く帰って、うん、クラシックのためにちょっと寝ますって言ってあらあそうって言ってうん、うんちょっといっぱい飲みますって感じで飲まないっつってやることあったから俺ですって飲みたかったけどクラシコの結果を見ながら知りましたありがとうございますねえ本当だよなちなみに私はクラシコ若チコは見てましたよ私はちなみに、うん、あの久保竹でも、うん、クラシコでもなく、うんウォルバーハンプトン VS そうそうそう先生はその辺にも熱狂されてましたねあとエバートンユナイテッドでしたね、俺龍が如くやってましたね知ってますすみません、そうだ私あのうちのスタッフと共に、うん、あの選手名鑑やら何やら作ってましたうわやりながら試合見てました本当ですか、はい、僕はもうなんかね世界を幸せにするソリューションを考えながら龍が如くやってたことでいいですかじゃあバランス取っていいですかあそううーんそうかクラシコもでも盛り上がってましたねやっぱねいいね、うん、クラシコね若チコ若チコクラシコをクラシキさんがやるっていうのはやっぱちょっと欠けてんのかねでも、うん、やっぱクラシキさんじゃないですかスペイン小沢さんとかう、ねうん、始まりましたラリーガスタンタンデール、はい、今日はエルクラシコ伝統の一戦レアルマドリードなんとかバルセロナって言うんだよねいや言うなバーサスみたいのをスペイン語で言うでしょいつも言うんだよクラシキさんってで解説の人が戸田さんこっちのなんとかですよねそうですねそうですねそう思いますって言うんだよねクラシキさんうまいなそう思いますねで手に入ったらゲットで試合終了したら終わりですってんだね、いやすごいな大丈夫あえてずらしてんだよねアプローチなんだよあれねテンションも無理に上げないみたいなね相性相性すごいよまさに昨日の僕の、うん、あの例えばウルブス VS はいてかで、まあ、いつもがその土日とかで、うんうん、試合から試合やってるでしょ、うん、僕の BGM 何か知ってますあ音 BGM うんそう僕ダゾーンで音つけてない乃木坂うん最近だとね、あの井上マーのゲーミングラジオがあります、うん、ありがとうございます、BGM あのマーさんの音が一番メインあそうですか、はい、ありがたい、はい、いや音なんてないでしょ、だってあの龍が如く進んでるところ喋ってないもんだってもう最近あれですよ、僕うどうどしちゃって最近マーさん知らないと思いますけど、マーさんのフォートナイト全部は僕あの5回以上見てますからね恥ずかしいあの再生数のうち5回以上嬉 嬉し恥ずかしい、はい、ありがとうございますあれはね面白いんだ今日ひどかったんですよ後で見てください後で見ます今日ほんとひどかったですあのパターンの死に方あるかっていうねいやーまた見たいな、そうなんですよありがとうございますね皆さんもねヘビそれはヘビーリスナーでしょうよ一番のファンだよ僕はマーさんの嬉しい嬉しい次男から負けれれ帰ってくるから負けれれいいな、ね、あそうなのよ頑固に自分だけの、ね、アクセント守るときあるよねあ、あるな
ね、まあそうですね、水沼さん、さすがのホーランですね。あ、ハーランド ね、ホーランはね、ね、ね、脱音変えたらしいですね、ホーランにね。あ、ホーランになったんだ。うん、そうなると検索でこう小柄っちゃいね、うん、ホーラン。僕はムバッペ、ハーランド派ですね。あ、あ、そっか、エンバペ、ホーランじゃなくて、はい、はあ、フリット、グーリット論争もあったもんね。うん、論争も何もね、まあどっちも違うし、うん、どっちも当たってるし、ね、そうそう、確かにね。そっか、はあ、ホナウジーニョ、あ、ホナウ言うよね。あれ、ホはすごい言う。どっちかっていうと、松陰寺太夫さんと似てますね。そう考えると、誰ですか、松陰寺太夫さんって。あれ、ぺこぱ、あの人、松陰寺みたいな感じじゃないですか。あ、これっていうの。そうとか、悪くないだろう。そう、悪くないだろう、人ですね。とんでもない空気になってしまいましたけれども、空気がなければ空気が呼吸ができない。噛んじゃった。終わりです。終わりです。終わりです。そう思います。悪くないだろう。そうですね。なるほどですね。はい。やりましたね。でしたと。まあ今日はね、はい、こんなところで終わりにしたいなと思っております。今日はね、はい。ただ、うん、ただ今日また、うん、放課後がありますね。放課後あります。はい。はい、今日また放課後。またチャンネルを変えて、この後は僕があれでしょ、だから FIFA19 じゃない、 FIFA20 で先生に一回絞られて、はい、せっかく楽しかった一日が台無しになって、はい、先生見送った後、はい、泣きながらミルワカ居酒屋をやるっていうことでしょ。はい、悪くないでしょう。放課後のクラブ活動行きますか。行きます。じゃあね、ありがとうございました、皆さん。今日はね、ありがとうございました。明日も動画見る赤で出るの、今日も撮りましたけれども、うん、明日出るのは、まあ雑談系というか、うん、見る込みが1個と、はい、あとはまた J2 からですね、いや、明治安田生命 J リーグ第2節の思い出について皆さんから伺ったものを、うん、ありがとうございました。叩きにおしゃべりさせていただきました、はい、それが出ます。そして戦力戦術分析シリーズの京都、はい、出ます。はい、それもで、あとね、ちょっとツイッターでもつぶやきましたが、ちょっと順番だけ入れ替えましたけど、はい、7日までで、はい、全部でき、で、出ていきます。 J1、J2 が全部終了になります、はいはいはい、で、終わりしたい8日から J3 版が、なるほど、スタートするんですが、はいはい、ちょっとですね、6日と8日にちょっと面白いデータ系の話を、うん、あら、入れようと思うので、このね、あの中断期間だからこそ、うん、ある意味ではできることってたくさんあるんですよ。その中で一つ、うん、やってみたいことがあったので、一回まずこの2つをちょっとリリースしたいと思います。わかりました。はい、で、来週の多分月曜日に多分リリース出すと思いますけど、うんうんうん、10日から13日、来週だから火曜、水曜、木曜、金曜あたりから、うんうん、名館行くんじゃないかと思ってます。あ、名館楽しみだな、うんうん、おいちゃん、早く J リーグ始まらないかなって、そのね、ドキドキ感、開幕前のドキドキ感をずっと持続できるようにね、うん、みんなで楽しんでいきましょう。それがミルワカのね、ちょっと役割じゃないかな、そうですね、役割なんじゃないかなとね、思いますね。戸田さんね、これね、はい、戸田さん難しいんだよ、でもね、難しいですね。そうですね、うん、なるほど。メーカーはちなみに、うん、あの順位とか関係ないから、札幌から行くか、あの大分から行くか、いわゆる北からスタートするか南からスタートするか、どっちかで行きたいなと思います。ああ、もうそれはもう地の感じで、はい、なんでどっちかって決めたら、あのその順番で行くので、札幌、仙台、鹿島か、大分、鳥取、広島みたいな感じか、どっちかですね。なるほど、はい、楽しみにしておりますね。よろしくお願いいたします。楽しみにしておりますね。わかりました、ありがとうございました、はい、うん、というわけで、この後はですね、放課後バトルを井上マンのゲーミングラジオ部という検索していただき、はい、皆さん概要欄の一番上に URL 貼ってあると思うので、はい、そちらから飛んでいただけたらと思います。はい、そして、その後12時30分から一応予定しているんですけど、ミルワカ虎の穴というチャンネルでですね、こちらもあの貼ってあると思うんですけど、概要欄ちょっと下の方ですね、に行けばあると思うので、そちらの方で、ミルワカ横丁テスト会をね、はい、やらせていただきますので、ぜひそれも先生参加してくださいね。まあ多分ちょ、はい、帰宅中なんであれですけど、帰宅中に、ね、はい、あのつぶやいていただきたい、よろしくお願いします。ちゅうわけでございました、うん、はい、というわけで、5分後移動したいと思います、はい、最後までありがとうございました。ありがとうございました。はい、井上でございました。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ホーラン。ホーラン千秋。ハーランド千秋。ってことでしょ？
違う。お名前何でしたっけね。今パッと出てこなくて。ホラン千秋。あ、そっか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 。いやん、いやん佐藤。テレビ見ないんだもん。